我今天想去宁夏夜市，因为我很少去过那边的夜市。啊靠！所以我今天突然很想去那边的夜市，好像迷路了。哦，あれじゃね？哇，好像我到了耶。我刚刚买的叫什么阿嬷的饭团吗？我来宁夏夜市的时候，在那边的饭团店常常排队，所以我今天吃吃看这个。いただきます。其实我很爱吃台湾的饭团，但是这个饭团的酸菜有点特别，但是我不知道我怎么说明。这饭团的肉松好像有一点巴沙巴沙してるよ，有点巴沙巴沙してるよ。还有这个饭团的米，一颗一颗比较有。感想は出てこない。感想言わなくてもいいのか。然后我现在很想喝冬瓜牛奶，木瓜牛奶，所以我找找看。来，干嘛？めちゃめちゃうまいぞ。台湾人都很喜欢排队，所以我也排队看看。刚刚买的这个包装很可爱哦，是袋子哎。这是鸡蛋糕，我点了巧克力口味。就是很软软 QQ 的那种，还有里面的巧克力爆炸。めっちゃ寒いんだけど、めっちゃ寒いんだけど。刚刚排队的时候等了很久，所以我身体很冷。刚刚特别想喝热的东西，然后我点了。这个是虾，これなんだっけ？これなんだっけ？好像是酸辣汤那种的。寒いからね。頭の。这个词汇成啊，这个好像有一点微辣，我没有那么喜欢辣的东西。但是我今天就是很冷的时候，刚好呢。啊，我マジあしか言わないかもしれない。シャツ。好吃，喝汤之后，这有一点重哎，这真的很好吃哎。原来那边的排队那么长，点点的台湾代表。然后我现在 YouTube 的频道订阅数是200左右，
但是那个观众们都是给我留言，还有 IG 很多人密我加油啊，支持你啊，很可爱啊之类的，真的谢谢你们。我看到那些留言就觉得得到动力啊，活力啊，就日本語で自分200人程度しかいないのに、たくさんコメントとかインスタとかでもメッセージ送ってきたりくれる人たちがいて、頑張って応援するよとか、なんかそういうの見ると本当に元気をもらうっていうか、本当頑張ろうって思えて、こんな自分を見てくれる人がいるんだって本当に嬉しくて、なんかそれが YouTube の いい方で言うといい良さなのかなっていうか、本当にありがとうございます。なんでできればたくさんコメントしてほしいですね。どんなコメントでもいいから、なんか背が小さいとかを除いてコメントをお願いします。本当にありがたいなっていう、その気持ちにつきますね。急に何しゃべってこれからも時間あるときはいっぱい動画撮りたいと思ってるので、できればコメントたくさんください。